でもすごいいいとこ空いてたねあれ。上ヶ原アルプスの一つである妙王山に来ました。それでは今から登りたいと思います。クライムオン。登山口の前には野菜の直売所があります。駐車場は50台ぐらい止めれます。それでは行ってきます。林道が続きます。すごい寒いね。何度ぐらいなんだろう。10度ないよね。ないね。綺麗なトイレ。トイレかな。これから。あ、本当だね。で、こっちに上がっていきますよ。あ、これ見た見た。ね。って思ったけど、横から行けばいいと思う。先にどうぞ。すいません。結構濡れてる、ね、ちょっと滑らないように気をつけなきゃ。これはね、意外に水はけが悪いんだね。ね、昨日降ったのかな。ね、なんかうちもちょっと地面が濡れてた。あ、本当？あれから寒かったのかな。
コンピラ道、こっちですね。コンピラ道展望で。ちょっと山の中に入ってきました。あ、すごい景色が綺麗ですよ。本当だ、ね、雪山が。雪山が綺麗だね。すごい。あ、あっちの後ろも。あ、あっちも雪山が。何かは分からない。だもんね。ね。この上に登ってさ、この山は何、何の山ですねって言えるようになったらかっこいいよね。ね、よく行ったまにいるよね。ね。でさ、なんかアプリとかどうなのかな。そう、でもなんか Wi-Fi がない。Wi-Fi じゃない。電波が来ない。ちょっと岩場が出てきたんで、ふーっと気をつけてください。あ、なんか結構岩場が続いてる。これ帰り怖そうだな。なんか今さ、山の、あの登山の YouTube を検索しててさ、うん、遭難とかの動画をよく目にするんだけど、うん、怪我とか、うん、結構下山中に起こってる方が多くて、で登りはさ、みんな気を引き締めて登るけどさ、下山の時ってもう登ったっていうなんか気の緩みみたいなのが出てくるし、腕を買いたいって感じ。そうそうそう。綺麗。これは綺麗だ。そうだ、山に行こう。わあ、すごい。次はコンピラ山行きの。なるほどね。よかったね、分かりやすくて。別の道なんだ。で、私たちは妙法山なのでこの林道を歩いていきます。結構分かりやすいね。ね、そうだね。標識があって、あ、なるほどね。あ、また道路が見えた。あ、こっちはまたちょっと違う山の感じが見えるね。私これ好きかも。あ、やっぱあそこだよ、コンピラーさん。そうだね、人がいる、ね、これがコンピラーさん。ミュージアンあっちかな。結構なんか開けてるって。ねえ、しまった。やっぱりずっとこのアスファルトでも行けるんだね。うん、また臨月来ようかな。あの、ずっと道路のお店だったらいけるかも。そう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 。ちょっとここ気をつけて。よいしょ。詰めてよ。よいしょ。よいしょ。ゆっくりでいいよ。
もう分かっているぜ、私は。こっちの林道から行ける。林道から山頂に行くというなかなかこういうタイプはないこういうね、でもこういう道もさ、よう作ったよね。ねえ、ちゃんと整備してくれてる人がいるんだよね。すごいと思う、ね、綺麗だよね。うん、すごい綺麗。管理の人とか車に来ないといけないから。あ、そっかそっか。そうだね、本宮さんとかもさ、うん、鉄塔あるから上まで車で行けるもんね。あ、そうなの？行ける行ける。なるほど、鉄塔がある山は車で行けるけど、判明しました。行ける。さっきのここ行った人いた。あと67メートル先。67メートル。すごい詳細。ね。約70とかでもいいな。67。こういうとこで働いてもいいんだよ。ね、楽しそう。あのビルの窓拭きとかやりたい。高所恐怖症じゃないって。なんかね、人工物の高いのはちょっと苦手。なんだろう、観覧車とかは苦手。めっちゃビル人工物。そう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 。山は大丈夫なんだよね。すぐ着きますよ。こんにちは。カレオンのタワー。ちょっと弱まってきたね。こんにちは。380m。着きました。あ、名古屋が見える。すごいね、名古屋って。え、あっち？うん、あのゲートタワーとか。あれ、南山なんだ。あ、なるほど。あ、こっちに書いてあるわ。えなさん、あれえなさんなんだ。あの右のすごい雪かかってるやつ。あれ今ちょっと雲がかかってるね。雲さっき飛んだ時かな。奥が木曽駒、あれかな、ね、でその奥えなさんとの間が木曽駒。ちょっと雲が多くて、ね、乗鞍、あれが乗鞍か。
北方とか槍も見れるよ。あそこってあのなんか鉄塔があるところの奥の雪山、あ笠ヶ岳、薬師岳、鷲羽岳とかも見えるって、あれこっちあの雪のところ、うん、あれ近いね。あそっか、岐阜だでか。あれ白山、これ白山で、あつこと前行った白山じゃないんじゃない、なんか上についてるよ。あ、別の白山なんだ。だって白山あれ石川県でしょ。そう、石川。もうちょっと遠いかな、わかんないけど、なんか上についてる。どうも。あ、で、あっちがこれが伊吹山。あれ？あれ？あっち？あれか。あの奥じゃない。あっちか。うん。あれ？うんうん。そうそうそう。あれです。雪山、雪やばくない？ねえ。真っ白だよ。ちなみに今はここの妙山にいて 384.3。 あ、で、こんぴら山はちょっと行くんだ。標高は変わらんね。ここと変わらんね。え、うちらどうやって来たの？ここ全然道が、あ、ここだね。ここだね。農産物直売所、ここの駐車場でこうやって歩いてきて、ここだね。うん、は何方面なんだろう。こっちは町だね。コンピラ向かいたいと思います。あ、コンピラ着きました。あったかいし、こっちの方が人いないね。なんか多分一番密度の濃いとこでねえ。再選お金持って、こういうの多いね。石に絵描いてある。あ、ほんとだ。さっきのとこにも置いてあってさ、石に変える。かわいい。あそこが山頂なのかな。ついたついた。コンピラ山383メートル。あー、やっぱ向こう人いっぱいいるね。あれはさっき行ったとこだね。そう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 。ここめっちゃいいやんねえ。こっちでご飯食べればよかった。こっちも登山ルートになってるから、向こうからも来れるから。よかったね。こっちも はい、じゃあもうすぐ下山になりました。どうでしたか？景色が良かったね。ね、すごい良かったね、うん、なんかいろんな山々が見渡せて、アルプスとかね。そう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 。伊吹山もそうだし、那須とか、ね、
の鷲ヶ岳まで見えるっていうのはちょっとびっくりした、うん、今日はちょっとね見えづらかったかもしれないけど、うん、でも近場の山だとすごい綺麗に見えたしな。そうだね、天気も良くてね。そう、天気が良かった。やっぱ晴れ女すごい ね、すごいね。これでお目返上できますね。ね、次はまたいつ行けるかわかんないけど、まあ、ちょっと低い山でね、うん、行ってみようかなと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の山でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。